もうゲームやる？てかもうあと10分しかないね。ゲームやろう。ネギ呼び選手権、今週の競技は4時6分を目指そうです。え、これこれだってこの時計が4時6分針を見ないで時計を回して4時6分にセットできたら、できたと思ったら止める。え、めっちゃ難しくない？これ過去一ぐらいじゃない？え、行くよ。え、今12時12分から4時6分にするね。え、これってさ、1周でどんくらい回んの？わかんないけど、やってみるね。行くよ。あ、じゃあ画面見たら見えちゃうのか。こうして画面隠せばいいの？え、どうすればいいの？こうか。こうしたら見えない。今マーヤはあの時計の裏しか見えてないです。いきます。いくよ。え、どんくらい？いや、わかんない。でも、もっとだよね。怖い。全然わかんない。もう、え、どう思う？え、こんくらいでやめた方がいいと思う？もうちょっといけんのかな、これ。え、いや、どうしよう。え、もう気持ち6分いってみるね。え、これ全然わかんないけど終わろうかな。え、終わるね。え、まだじゃん。いや、めっちゃ難しい。超難しい。これは2時50分。え、江頭ちゃんじゃん。逆に奇跡。江頭ちゃんです。2時50分だって。なんで？もっとなんだね。いや、これは本当に難しい。できた。いや、これ難しいけど楽しい。なんか、はい、2時50分。なんか逆に演技良くない？ね、いいよね。いい感じ。いいよね。いい感じ。江頭さんになっちゃった。ですね、ちょっと待ってな。今週はまだ、まあ火曜日だからあれだけど、マーヤが昨日やって2時50分だったそうです。結構難しいらしいです。でも私結構農業日選手権結構勝利率高いらしくてですね、高いらしい。江頭さんな、江頭さんのね、確かに。大好き、私江頭ちゃん大好きなんです、私すごく。はい、だから私も2時50分目指したいけど。ダメなんです。ちゃんと4時6分を目指していきたいと思います。では早速やりたいと思います。これぐらいで見え、みんなが見えてるかな。で、左に回せばいいんですよね、私は。いきます。え、これ回ってんのかな。回ってます？うーん、え、どうなんだろう、これどうなんだろう。これぐらいにしとくかな。どう？え、どうなんだろう。もうちょっとした方がいい？お願い、助けて。え？え、どうなんだろう。これぐらいにしとこうかな。いいですか？いきます。せーの、じゃん。え、なにこれ？え、なにこれ？どういうこと？これなに？めっちゃ回したってこと？私。回しすぎじゃない？もう一周してるやん。一周、え、うーん、これ何これ、え、これ何時ですか、これ。
か？こっちか。こっちの、こっち注意し、やだー、書きたくない。やだー、すごいね。うん、ベランダ。でも、ね、思ったのすごい回してるから、もうちょっと回したらいいかもと思ったら、私寺田ランゼは11時40分これ面白がられるだろうなでした。どうですか、もう優勝でいいよって。回したね、優勝です、さすがや。お、やっぱりね、何やらしてもね面白いよねですよね。あ、優勝、優勝しました私が。さすがなんで。そうなんですね、そうなんですよ、天才、天才、天才ですね。逆に優勝、なんか私もそんな気がする、恥ずかしい。そうですね、私もなんかこれは逆に一番な気がしますね。すごい、やってくださった人いるんだ。僕4時何とか分だったよとか。これはすごい、皆さんも、あ、でもな、時計によって硬さとかも違うからあんまあれかもしれないけど、似たような時計をお持ちの人はぜひ。何時は正義、そうだね、そうだと思うわ。やばいね。いや、いいと思う。髪切りましたってめっちゃ来るけど、さっき言ってる、聞いてる。そうだね、まあ今回は絶対もう優勝がないということで。まあ楽しかったので良かったなと思います。やってみてください、皆さんもぜひ。難しいね、こう月カートマーヤとランジャがやってきたけど、こんな感じ。すごいね。ランジェ結構いったよね、11時40。かわいい。でもマーヤがいい線いってるよね、意外と。なかなか。だからちょっと勘でやってみたいと思います。はい。ここ。これ見えないもんね。こっから4時6分。じゃあ行きますね。よーい、スタート。めっちゃ難しい、全然見えない。何時今、教えて。今2時くらい。4時6分って待ってね、今何時だろう。今3時くらい。そんな動かしてないもんね。3時半くらい、これ4時くらい、5時いっちゃった。このくらいにしよっかな。どう、見よっかな、せーの。あ、惜しい、めっちゃ惜しいじゃん。3時55分54分、できた。あ、でも分かんないね、これいいんじゃない、一番。イエーイ。はい、54分55分、やったやった。なんかもらえるかな。3時55分。はい、ということで私の記録はこちら、3時55分でーす。はーい、やったねー、やったやったー、優勝だー。はい、絶対難しい。じゃあ行きます、見ないで。じゃありんちゃんに見せる。あ、それはダメか、なんか反応で分かりそう。確かに、こっち向いて回しています。行きます、せーの。どんぐらい、4時6分だよ。16時でもいいのかな。
あ、16時でも OK だって。じゃ2個あるよ、正解は。それも真剣。はい。あ、ちょっと待って、すごい今気づいちゃった。16時と4時って一緒だった。そうだよ。じゃあ見せます。いっせーので、じゃん。え、ダメだよ。嘘、やだ。こんな過ぎちゃった。4時間も過ぎちゃった。実は出るぞか。動かしちゃった動かしちゃった。20分ぐらいだった最初。そうなの、悲しい。これ意外と難しい。8時20分20分ぐらいだった。私もやってみます。え、じゃあ書いてるから言ってみて。ノーカウント、ノーカウントで、ノーカウントで。でもこれで4時になっちゃったらどうする。確かに。2人。え、私ってさっき動かしちゃったけど何分だったっけ。20分かな。8時20分。え、じゃあちょっとこっそり1人でやってみるね。やってて。どっちにもあるの。こっち、こっち、こっち回し。いくよ。うん、いけいけいけ。8時20分でした。そんな攻めない方がいい。すごい、白石さん3時55分ってすごいね、すごいね。じゃあいくよ、せーの。あ、もう早い。2時。あ、2時。ダメ。意外とすぐなんだね。難しい。むずい。皆さんもやってみてください、うん、やってみてください。じゃあちょっと今日こそは絶対に、今日は麦帯3回目なんですけど、今日は絶対に勝ちたいのでやります。麦帯選手権、イエーイ。じゃん、今週の記録、一番近いのは、あ、白石さんかなが3時55分ということで、わずか11分差なんで、私は負けたくないです。勝ちますね、白石さんすごいですね頑張らなければなりません。絶対に勝ちますこれ見えないようにしないといけないんでね。これ大丈夫ですか。見えてません。私はこれ、こうの方がいいね。これ見えてますはい、じゃあ行きます。用意、ここか、これ回すのね。用意、ドン。えー、わかんないよ。今何分教えてほしいけど、これぐらい？まだかな。え、やりすぎ？もうちょっと回す？どっちに回してたか忘れちゃった。あ、もういいか。いいですか。で、あ、35分でした。1時間。時間か。でも1時間、ちょっと、うん、もう一回、もう一回もう一回やらせてください。ちょっと悔しいから、もう一回12に戻す。勝手にもう一回します。悔しいからもう一回します。いきます、ドン。より多めに回したらいいんだよな。え、どれぐらい？こう。これぐらいじゃん。これぐらいな気がする。あ、もうちょっとか。これぐらい。あ、逆に回してた。でも逆に回してたとしてもね、5時。やろ？5時10分ぐらいやったってこと？いや、そんなことないか。え、近かったかも。あー、はあ、3時5分で
記録を書いてくださいとのことなんで、もう35分です。ああもう絶対勝ちたかった。悔しい。いつになったら勝てんねやろう。セーラー3時悔しい。残念ながら35分という結果になりました。あ、そっか。ということで優勝はレレン白石さんです。おめでとうございます。幸せに過ごしてくださいちょっとよくわかんないけど、おめでとう、おめでとうございます。やっぱりさすが先輩ですね。運も味方してしまうぐらいの実力ってことですね。素晴らしい。青春ってよくわからねえ。青春ってよく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 やるしかねえ。